彼は見つけることができるだろうか。剣を持つ理由を、その手を血で染め上げる覚悟を。過去にとらわれずに、今度こそ見つけることができるのだろうか。全てお前のせいだ！そう叫んで、突如一人の青年が朱雀に襲いかかってきた。君は？なぜ巫女様を殺した？あんなに民の幸せを願っていたのに！その言葉で朱雀は瞬時に察する。青年はおそらく少女が話していた宮司の青年なのだろう。仕方なかった、仕方なかったんだ。彼女はナイトメアと化してしまって。お前がそうさせたんだ！違う、俺は彼女を助けようとした。だが殺した！一度ナイトメアと化したらもう人ではない。君も分かっているんだろう。放っておいたらより多くの人が死んでいたんだ。ああ知ってる。お前のしたことはきっと正しい。お前を称賛する者もいるだろう。だが大切な人を殺されて納得できる人間がいるか！宮司の叫びが朱雀の胸をつく。ユフィ、俺は元に戻る手段だってあったかもしれないのに。巫女様、巫女様。怒りに泣く宮司の体をゆっくりと黒いもやが覆っていった。なぜ殺した？なぜ彼女を？あのまま放っておいたら他の人が殺されていた。それの何が悪い？私は多くの命より深くお慕いする、たった一人を救いたかった。それは人として間違っていたのか？ここまでだ。亡き巫女を慕った青年の亡骸を前にして朱雀は半ば放心状態で己の剣を見た。その刀身は倒してきた者たちの血で赤く濡れている。あの日から俺の両手は赤く濡れている。そう、戦争を進める父を止めようとしたあの幼き日から、そして今はこの体すべてが血にまみれている。人を救うためといって何人殺しただろう。何人の思いを踏みにじってきたのだろう。止めどもなく溢れた懺悔に朱雀が叫んだその時、ダメだ、飲まれるな。聞き覚えのある親友の声に朱雀は正気を取り戻した。ルルーシュ、ようやく間に合ったか。見慣れた姿に朱雀はふらふらと
歩み寄る。ルルーシュ、本当に君なのか。ああ、遅くなってすまなかった。幼馴染の登場にスザクは席を切ったように問いをぶつけた。ルルーシュ、俺はたくさんの人を殺した。誰かの大切な人をこの手で。スザク、俺はどうしたらいいんだ。混乱する幼馴染を前に、ルルーシュは決意を込めて深く呼吸をした。スザク、よく聞いてくれ。この世界の異変は俺たちのせいだ。だから俺たちが全てを終わらせなければならない。終わらせるってどうやって。本当は分かっているんだろう。何を。俺たちはこの手で。そこまで言いかけてルルーシュは言葉を止めた。もう少し落ち着かせてから話そう。今はまだ早い。スザク、移動するぞ。この先に協力者の家がある。協力者だって。ああ、彼女とは目的が一致している。世界を元に戻すという一点だ。ルルーシュが示した先にあるのは、童話の中に出てきそうな家だった。今度は間に合ったのね。君のおかげだ。ありがとう、アリス。家の中にいたアリスという少女は、顔色一つ変えることなく、スザクを見据えている。寝て回復した方がいい。弱っているものは、足手まといになるから。え、ああ、ベッドは好きに使って。好意に甘えさせてもらう。行くぞ、スザク。すでに構造を把握しているのか、ルルーシュはスタスタと歩き出した。2階にあるベッドに横たわりながら、スザクはルルーシュに話しかけた。なんだか不思議な子だね。だが腕は確かだ。この世界にも精通している。アリス、不思議の国か。ナナリーが好きだったよね。そうだな。そういえばナナリーは君の妹。親友と会えたことで安心したのか、スザクはそこで意識を手放した。
かすかな話し声で、スザクは目を覚ました。気配を殺して声のする方へ向かうと、ルルーシュとアリスが話している。やはりそうなのか。ええ。この世界は、スザクの望みでループしている。これを終わらせるには、彼が自ら変わらなければならない。方法は、やはりあれか。スザクの手で、元凶となるナイトメアを殺すこと。大切な人の姿をしたナイトメアを。あなたの対象が、妹のナナリーだったように。自分の手で大切な人を殺す。その事実にスザクはめまいを覚えた。気づけばスザクは家の外にいた。大切な人の姿をしたナイトメア。そんなの知っている。きっと何度も会っている。それは自分を認めてくれた人、忠誠を誓った人、大切だった人、失いたくなかった人。ユフィ、このナイトメアのようにユフィの姿をした者を殺せるだろうか。これで何度目だろう。俺は何度も間違えた。何度もこの手で命を奪ってしまった。本当は分かっている。ユフィが死んだことを。本当は分かっている。ユフィの姿をした化け物を倒さなくてはならないことを。本当は分かっている。前に進む決意をしなければならないことを。それでも、ずっと信じていたかった。この世界でなら、間違える前のみんなで暮らせる可能性があるんじゃないかと。でもそれじゃダメなんだ。時を進めないと。